ましたね。知らん土地ではあるよね、この辺はね。一切ちょっと川崎ですか。川崎でもない、溝の口らへんらしいよ、うん、まあ川崎市ですよね。でも川崎市ってでかいからね。武蔵小杉悪いこと言ってないけどな、全然なみんな川崎の知識なさそうやね。全然川崎全然ついてこれそうにないな。いや、なんかそれじゃありますか。武蔵小杉近いですけどね。まあまあね、あの、轟ね。え、うん、轟な川崎違う。ええ、みんな轟の知識なさそうっすね。轟の知識はないよ。全然ついてこれてない。競技場しかないよ。え、フロンターレね。武蔵小杉といえばフロンターレでしょ。そうですね。え、トドロキでしょ。トドロキってヴェルディじゃないん。いや、もう今フロンターレなのよ。え誰が何の知識あんの。どこ行きますか今日。何曜日。今日火曜。火曜。火曜か。時間も中途半端よ、これ2時やもんな。なんかな、見たことない地元のお店みたいなのを、まあせっかくな、目に入ったらパッて入ったよな、うん、商店街みたいなのがあれば、なんかこう、うん、溝の口はでもでかいっすよね、うん、溝の口駅行ってみる。行ってます。割となんかあれっすよ、中途半端な都会って感じっすよ。なんか都会、あのちょうどいい地方の都会って感じ。ヤンキー多そうなとこ。どうなのか。でも川崎なんでね、やっぱバッドホップとかおるかもしれない。いや、バッドホップおったら嫌やな。うん、バッドホップの誰かはいるかもしれないですね。これ中原街道もしかして。あ、かも。あ、じゃあまっすぐ行ったら鍋ちゃんちやな。そうです。あ、鍋ちゃんちで飯食う。あ、俺んち来る。鍋ちゃん嫁はん作ってくれる。いや、いないっすよ。え、嫁おらんの。じゃあ行っても意味ない。何の目的なの。袋がやっぱテンション上がんない。なんでやねん。人の嫁おらんから。何する気やねん。何する気やねん。お前が一番分かってるやん。何かやねん。あんまお会いすることないですか、なべさんの奥さんと。1回2回ぐらいか。営業に来てありましたよね。え、いや、てか、結婚式行ったやん。結婚式行ったけど。いつ営業って。住之江ちゃう。いや、単独見に来たやろ。単独も見に来たやろ。うん、単独の時挨拶してると思う。確か。あ、袋にはしてないか、さすがに。してるやろ。さすがに。向こうも遠慮するか。いや、あってはおるよ。何気分とかありますか。袋ラーメンやろ。いや、まあ、もうラーメンがカレーしか浮かばへんからな。俺はもう何食いたい言われてる。痛風やもんな。痛風はもう疑い。痛風って言って。違う、ね、頼むわ。もう洗脳って言いたくないねん。測定髄膜。痛風やで。お前痛風や。お前は洗脳じゃない。いや悪ない方やねんか、そこで髄膜炎の方が。痛風、お前は。なんもないね、でもこれ。ウーバーももう、ちょっとウーバー頼みすぎてさ、もうウーバーのやつに、俺家バレてんのよな。わかるやろな。え、なんで置き配、置き配にせえへんの。玄関先に置き配にせえへん。あれでも名前出てるんでしょ、多分。まあ出てるな。うん、まあまあ、ね。うん。だって俺は、出先からちょうど家帰るのこの時間やろな思って、うん、まあ、出先から俺ウーバー頼んだのよ。たまにあるよ。で、うん、ちょっとウーバーの方が俺よりほんまタッチの差で早くマンションに着いたのよ、うん、ちょうど俺がマンションの前行ったらウーバーのやつに声かけられたんやから、うん、俺さ持ってきました。バレてるな。まあ完全にバレてる。バレてますね。完全にバレてる。完全にバレてんねん。ほんで下で渡してもらうの。下で渡してもらうの。何が置き配やねんって思う。いや、まあまあもう遅かったからしゃあないよ。それ置き配の手守ってくれよって思う。届けに来る人にクレジットは関係ないやん。あ、登録名変えれるんじゃない。変えれんのかな。ノーモリタとかで。いやいやいや、余計見るわ。否定から入る。余計ジョリパや。いや、ジョリパスタは懐かしい。取られへんよな。取れない。なんでお前決めつけんの。何を知ってんねん、お前は。テレビのこと。系列ややこしいやろ。本社に連絡してみたいな。なんかやろ。今こうナビにさ、うん、おすすめスポットっていうのが出てきてるけど、それな、最近出てくるよな。消したいねん、それ消したいけど出てんねん。だけどな、うん、中華屋、大三元っていう。大三元 2.4 キロ先にある。いいね。いいじゃないですか。ここに行くにしてください。あ、武蔵小杉の駅ですよ。あ、ほぼいいね。あ、武蔵小杉の駅多分ね、600m ぐらいで着く。あと3分で着きます。下手しもう車止めちゃって歩いてみる。
ムサコ巡り。ムサコ巡りね。ムサコ、ムサコって言わないですよ。え？ムサコは武蔵小山のことなんで。そうなの。はい。武蔵小杉は武蔵小杉です。うん、まあそうか。俺ら五反田民からすれば、まあ、やっぱムサコは武蔵小山であってほしいよな。まあね。武蔵小金井でもないよね。武蔵小金井もあるからね。上の方な。で、なんでこんな東京って武蔵って多いんやん。武蔵の国やからじゃないの。昔の言い方、武蔵の国って言うよね。あ、東京って、そうなん。武蔵の国。何お前が知って。何そうやって学力あるじゃないですか。その上総みたいな言い方やね。武蔵新田とかもあるからね。武蔵新田。はい。カチコチ TV のね、ロケのオープニングで、高野が武蔵新田に集合させられて、なんだ武蔵新田って。聞いたことないさ。武蔵新田であいつ15分切れれたもんな。そこ右入られんかな。あそこもはあ無理か。いや無理ですね、これ。左側で探しますか。なんかありそう。多分あるでしょ。いけるけどな、これと。めっちゃ安いと思うな、この辺。いや、偉大にいいじゃないですか。そうです。駅前やし。何お前が知ってるの。いや、もう知ってる。怪我みたいな結果。知ってることもあるから。安くはないやろ。あ、これ駅やね。うん、しかも第三元は多分駅の中にあんのかな。この旗のマーク。あ、ほんまやね。そんなとこおすすめに出す。あ、これや。あ、どこ？もう目の前。やってる。乗れん出てる、乗れん出てる。おー、いや、下口や。何お前が知ってんの。書いてあんねん。書いてあんねん、そこに。早いな、みんな。じゃあ、でも車止めて歩いてみる。まあまあ、ちょっとね。せっかくやから。で、あるかな、武蔵小杉。あれ、これ、五反田にもあるやつや。じゃあ、入らん方がいい。豚山ね。豚山か、もしかして。豚山。いやさ、結構ほんまに武蔵小杉で取れてってむずいって言われてるな。よし、帰ろ。え、さっきのちょうどよかったけどな、あの店構え的には。武蔵小杉ってほんま全散歩番組が敬遠してるらしいですから、ね、よし、じゃあやめよう、早めに言って、そういうのは。そんな正直散歩とかも行ったことないらしいですからね。あかんの、やっぱこの街は。いや、支度中か、ほんまに。ほんま、のれん出てるぞ、あれ。書いてあるやん、ほら、支度中で出てるやん、もう黄色い札。支度中にしてるんでしょうね、木の札。まあ、そういうことなんじゃない。あ、なんかこの高架下とか良さそうやけど なんかな、おしゃれっぽいやん。ありそうやで、なんか。いや、やめましょう。なんでやねん。なんで固くなにやめんねん。あかんねんて。あ、ほら、こんななんか喫茶店とか。ありそうやけどな。ありそうやけどね。純喫茶の飯とかでもなんかええやん。あ、それはいいかもですね。あれは、戸越銀座は。あ、戸越銀座行こっか。いいよ。ロケしやすいとこね。あ、戸越銀座いいじゃないですか。鍋ちゃん家めっちゃ近所やん。戸越銀座前住んでましたから。あ、じゃあおすすめもあるんじゃない。戸越銀座商店街がありますから。あ、行きましょう。はい。戸越銀行。戸越銀ね。戸越銀今言うの。え？戸越銀って。まあ、初めてにしては結構スラッと言えたけどね。言えてた。武蔵小杉って五反田から近いですからね。チャリで来れる。別に武蔵小杉までチャリで、うん、すごいな。まあチャリ好きなやつやったじゃあもう個人差あるやん。めちゃくちゃあるやん。徒歩が好きなやつは徒歩で来れるやろ。まあそりゃ、うん、もうでも見えるやん。あ、いいね。野球やってない。河川敷でおっさんやな。もう見たいな。見たい。少年野球の試合とかやってないか。平日やから。はい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 。誰だ俺とか言ってこんな撮影してました、ね、あ、ここ袋のまさにあの橋。え、なんか竹馬。いや、あんたんとこね。ああ。え、森田のミュージックビデオ。そうよ。あ、何それ知らんの。知らんないね。え、石尾、石尾が客。石尾、石尾なんか知らんの。さっき持ったやん。知らんな。さっきは石尾おったやん。さっきおった。え、変なやつ。あの変なやつ、あれ石尾。あれ石尾や、認識立ってくれ。朝おったやつ。朝おったやつよ。連れてきた AD にめっちゃバカにされてたけどさ。え、どういうこと。ケイマックスね、会社の後輩か、はいはいはい、終わる頃にはもう完全にバカにされて下に見られてた。あの撮影の時に、うん、ちょこちょこおらんなんで、ね、そうそう。まあそれでもバカにされるスピード遅い方やけど。もっとね、もっと勘のいいやつはもうすぐにバカにできるけど。戸越銀座商店街歩きます。あ、いいじゃないですか、うん。やっぱ我々あの五反田だけじゃなくて品川区に貢献したいんでね。本当に夢は本当に品川区からあの引っ越そうと思いますっていう時に止められることが夢ですから。止めはせんやろ品川区に。いやいや、お前大企業は止められるからな。
まあ、税金ね。そうよ。あるからでしょ、うん、あこの企業が出ていかれたら、お前知らんの、ソフトオンデマンドなんて、お前、うん、あの杉並区か中野区か、うん、中野区やろ、うん、で、あの絶対に出ていかんといてくれって言われてる、あの新中野にあるそうビルか、うん、一番税金納めてない あの辺の企業、あいやそれ言われるようになったら一丁前、まあ、まあなあ一回言ってみる、品川区役所に出ていきますね、出ていきましょうかねどうぞどうぞ勝手に大田区行きましょうかね行ってよ、商店街の方取る、鍋ちゃん、はいはいいやいや中継か中継っぽかったこの時間結構デッドタイム、あほんまやね、いやでもやってるとこはやってるでしょ、なんか今俺戸越銀座背負ってる気持ちになってるから、うん、頼むよいいところ会長、だから車どこに止めるかっていうのも鍋ちゃん、アテンダー頼むよ、戸越のアテンダー、戸越銀座住みますサッカー何すんのそこで書くだけだ、住んでるだけ、住んでるばっかりこれ止めてええんか、じゃあここ止める、いいっすよ、そこ止めたらもうすぐ商店街、すぐ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 入ります、フルフルみたいな、つむつむでよかった、いやいやフルフル、つむ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 は思ったけど、うん、もっとあるなと思って、つむつむは思ったけど、俺もすぐに思ったけど、いや、つむつむよりもあるな、つむつむの方が近いよ、フルフルの方がマイナーやからな、そうや、うん、仲良くないな、だからいいのよ、良いえんか、うん、じゃ止めちゃいます、いさあ、戸越銀座ですけども、元住みます作家がね、アテンドしてくれてます、住んでるだけな商店がこの先あるんですか、ありますよ、あんまない、なんかね急に、あ、ここ来たことあるかも、あ、あれか清水湯近いよね、清水湯は武蔵小山ですか、あ、そうかここ来たことあるような気すんねんけどな、いや、結構遠いなんか、すぐ出るんだ、うん、なんかすぐっつってたのに、いや、結構まだまだっすよ、たぶん黒も無言、なんやあの距離感変な距離感、あの変な距離感尾行の距離ね怖い、怖い距離、怖い距離っすよね、あの俺前のやつやったら嫌やわ、あの後ろにあの距離感のやつおんのね、ハッピーやったなちょっと、なべちゃんどこ行くの、そうだあれに今かったらピーやったけど、あんな細かいの分かんないっすわ、あー、急に急に来た、あ、これこれこれ、そうしね、はいはい、こっち行きますか、え、もう閉まってるうわ、めっちゃ良さげやのに、準備中、準備中、いや、このね、やっぱり時間、商売の才能あるやつっていうのはこの準備中、よそが準備中の間にいかに営業するかやから、そうね、うん、それ言って回る、うん、準備中のとこに商売の才能ないですねってじゃあ次の準備中じゃない飯屋にもう入る、あ、そうしますか、あ、これやね、あ、この作場ではカフェ、これカフェ、お好み焼き、まあ、うん、カフェやな、結局選ぶやろこれはちょっとカフェやな、カフェですね、ご飯屋じゃないね、はいはい、ご飯屋って言ってたから、あ、準備中、戸越銀座で一番高い焼き、え、焼肉一番高い、公園準備中で、あ、コーヒーか、まあ、これカフェですねすいません、これカフェです、あぶねえ、次やってるご飯屋ね、有無も言わさず、あ、あったよ、お、何、なんか空いてる、お、あ、ラーメン、あ、家系か、まあ、まあ、ご飯屋って感じじゃないよね、まあちょっとこれはね、多分鳥はでけへんからね、あ、なんか、あ、よかったよかったというか、ルールどうなってんの、次準備中じゃないご飯屋です、そうね、まあ、マクドやったら取れるか一番大変
けど延々と続いてんだ。そうなんですよ。これが戸越銀座商店街です。まやな、はい、あ、ありましたよ。どこ、あ、ほんまや、東海祭館。あ、ほんまや、東海祭館あるやん。あったあった。何そのオチ。ほんでこっちの方が本店っぽいな。もうなんかネオン使ってんぞ。なんか営業中、営業中や。中華のね、口になっちゃってるからね。パスタはありますけどね、そこ。パスタ、パスタええな。いけるって。いけるって。もう引いちゃってんじゃん。パスタええなって言ってんの。行くかもう。この感じは。まあ行きましょう。じゃあ。火鍋もやってんだよ。あ、すごいすごい。あ、火鍋。全然店が違う。うわ、全然違うやん。いいです。いいです。なんで？大丈夫って。え、なんか豪華やん。やっぱ東海祭館やな、俺らは。空心菜あるかな。あれ、ナスのとこでしたっけ。ナスの、ナスあんのかな。あ、あるぞ、揚げナスの。あ、いいやつ。山椒の、いやいや、同じもん食ってこれ何が違うねん、東海。違うもん頼ましょうね、うん、でもまあ、この揚げナスはこう、違うの頼むな。あの時頼んだの、絶対頼むな。覚えてえよ。焼きそば前頼んでない。前頼みました。前頼んでる。覚えてんな。いやいや、東海祭館の宣伝にならなあかんから。そうね。腸詰め頼んでないよね。頼んでない。そんないかなむずいわ。避けなあかんや。あ、じゃあ頼んだやつを言ったやつはもうダウトね。はい、うわ、誰かにダウトって言われたら、はい、ダウトって言われたらダメね。こっからですね。はい、こっから。そこ抜けれたらいいってこと。うん。で、ナスだけはあの、あり。ナスだけはありね。それはそれは。一、うん、人一個ずつとりあえず言う。まあとりあえず食べとられたの。一周しようか。あ、じゃあ俺から行かせていただいていいですか。はいはい、イカゲソの唐揚げ。通った。通った。はい。通った。食ってない。食ってない。食ってないね。大丈夫。これ大丈夫と思うよな。豚肉細切り四川風炒め。通った。どね、けどそれの被りもあんねんな。そう、ちゃんとね、うん、バランスは考えてほしいですよね。はい、白身魚のあんずかけ。バンバンジー、バンバンジーないね。バンバンジー、これね、これ。ああ、頼んではないか、はい、野菜炒め卵のせ、はい、あ、こんなの。俺これうまそう。ね、確か言ってないと思う。空心菜言ってないか。空心菜ない ない、やっぱそう。でもここで、ここで豆苗頼むわけにはいかない。豆苗はもう、なので、いや、これ首締めてるよ。首締めてますね。羊肉の鉄板焼き。醤油味チャーハン入ってないでしょ。入ってない、ね、醤油入ってないけど、行きたい。いやいやいや。まあまあいいけどな。じゃ醤油味チャーハンの台。エビニラまんじゅう一つと焼き餃子一つ。めっちゃ行くやん。どうぞ。餃子が、あ、餃子が。エビディラまんじゅうをナスにしよう。じゃあ、うん、ナス、はい、焼き餃子は、なしで、焼き餃子なし、はい、じゃあ俺も本気出そうか。はい、俺も腹減ってる。でも、あ、外す、取っていいんすか。そんな、おえーって嫌やわ。外すときこの数、そこに入れんの。ここ今、あの、ケースあるやろ、ケース、ね、今、ケースがカバンの中なんで、ここに入れさせていただきます。ちょっと答え合わせしてよ。これ頼んだものをもう一回ご参加ね。レタスチャーハンは俺が頼んでたな、確かに。あと豆苗もダウトでしょ。豆苗もダウト。焼きそばも頼むんですね。上海焼きそば頼みました。あ、俺もちゃんと見て。すいません、全然違うでしょ。事務所から、徒歩5歩徒歩5歩前まで行ってるか。空いてるか。空いてるか。なんか焦って食べりましたよ、ね、そうそうそう、あんま時間なかったんですよね。早いね、ここ。ここ出てくるのめっちゃ早いね。これうまいでー。めっちゃうまい。これナスと山椒のやつね。まずナスが来てます。あ、ナス。はい。ネギですね、来るやん。これこのネギ大丈夫。いやいや、そんなわけない。はい、豆苗が来ました。豆苗来ました。はい、豆苗。なんかイカっぽいのあった気がする。で、餃子。餃子、はい。餃子来た。2人前やで。なんかね、すっごい肉厚なんですね。これなんですか。
これ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 ですよ。そうそうそうです。いいよー。つけやな、これ。ちょっとあれだと。なんやこれ。塩やけど。これはね。かけそちゃん。いや、これね、なんかね。うまいな。タコゲソかもしれない。いやいや、イカゲソやろ、それ。タコイカゲソやと思った。アウトちゃうか。でもこれちょっとあの確認できな、VAR でもちょっと確認できなかったですね。いやいや、見てみたらわかるやろ。これやろ。これがもうあれついてないよね。あのイカゲソシーンや。怪しそう、これ。バンバンジーもめちゃくちゃ怪しいな。いや、これ食ったとはもな。いや、バンバンジー言った。バンバンジーは言ってない。いや、言ってないと思う。来たよ。ここら辺じゃあ。はい。ユーリンチ。あれ、取らんでいいの。いや、どうぞどうぞ。いいっすもん。もういいっす。大丈夫。分かってはる。ダメちゃん、2つ褒めると思う。間違いない。当たり前のように美味しいんだ、うん、なんか来たぞ。おい、来たよ。で、過去の焼きそば。焼きそば。上海焼きそば。インサート。上海焼きそばやね、これ。うまそうやな、これ。この上ないね。この焼きそばうまそう。この上にあんねん、それ。あ、なんか来てんな。あ、チャーハンや。でも、しょうゆじゃない味は。今ちょうどいいやつ。レタスチャーハンです。はい、うわ、レタスチャーハンうまそう。いや、なんで以上かな。で、先だ。イカゲソはアウトでしょ。これ、なんかついてるよ。は？何が何が？アウトアウト。あ、でも全然違うよね、向こうと。なんか。意外一緒やろ、もう。イカゲソ？これアウト。ちょっと食ってみ、ちょっと食ってみる。いや、頼んでないよな。出てたよ。いや、全く一緒ですよ。あ、こんなうまいの向こうで食ってない。いやいや、ちょっと失礼。じゃあダウトいないってことですね。一応全制服っぽいですね。怪しいよな。これ怪しいよな。え、餃子の天然？餃子は僕エビニラって餃子食べたかったんですけど、やっと袋が食べれないから天然で言っちゃったんですよ。袋さんのね、トラップ。そう。引っ掛けられた。でも見た目一緒やで。うまい。めちゃくちゃうまい。なんて言うの？はい。なんて何が？今なんか言うたな。何が？音。イカゲソイさん、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 アウト。嘘でしょ。あの元さん言ってました。イカゲソイ。じゃあ全然覚えてない。じゃあそうや。じゃあ全然覚えてない。ほんまにお前らとの思い出。いやいや全然覚えてない。なんで嫌な気にさせるんですか。嘘かったわ。あの日のロケ。それでも覚えてへんよ。うん、あ、バンバンジーうま。うまいね。うん。あれ言ってたあの写真は？あの年末年始の写真撮ってくる。ちょっと袋の見たいわ。そんなん言うてたな。実はもう正月から森東めっちゃ休むんですよ。元旦から。でも試合裏さらばで、はい、あの各々の。正月過ごしました報告会やりましょうか。あ、それは完全に忘れてました。で、1枚ぐらい何か撮ってんですか。何かは撮ってるでしょ。写真なんかこれで見せようっていうわけじゃなくて、もう撮ってた写真全然見せようとしないんですけど。やめて。全然見せようとしないです。なんかえ、でも、マジでない。いやいやいや、あ、マジでもう飲まない。待って、ちょっと見せて。なんでやねん見せろや、お前。いや何が見られたないんですか。いやいやいや、森田にだけ見せて、俺らに見せて。あかんめっちゃハメ撮りや。してるかいや、ほんま撮ってないのよ。あ、いや、だからもう唯一撮ったのは実家帰って、あの沖縄からの親戚がいとこが来てたから、ここにサイン送れっていう住所だけ。住所だけうわ。うわ、しかもさ、その沖縄のさ、お姉ちゃんたちやろ。そうそう、いとこじゃん。いとこの姉ちゃんのさ、袋のことめっちゃ下に見てるもんね。なんかサインかけみたいな感じで。でも送ってみたいな。その姉ちゃんだけじゃないでしょ、下に見てる。国民の下っ端やもんな。誰が国民。親しみやすくもないけど。国民の下っ端。いや、連れじゃない、下っ端。誰が
ヒコロヒーは言うけど、それって、うん、だからこいつって本当にそういうとこのあれがないんですよ。取らないよ、もうだって、デルタホースっていうライブも写真ね、夏の写真みたいなの撮ってこいみたいなやつも、はいはい、こいつどっかネットから拾ってきた写真出しましたからびっくりしましたよ、ほんまにないねん、もう習慣が。え、俺結構撮ったけど、はい、え、年末年始でしょ。まず、まずね、まず年始ね、年始、うん、1月1日、お、俺の家で寝る BKB です。正月、はい、元旦から、元日から、はい、なんでそれを撮ろうとするの。はい、それはなんで撮ろうと。いや、お前さ、31の夜中からゲーム配信して、なんかやってはりましたね。で、朝の5時ぐらいまでゲーム配信して、6時入りやったから、うん、俺そのまま寝ずにヒットパレード行ったんですよ、はいはいはい、で、ほんならヒットパレードがドッキリで、俺んちに、うん、相席スタートの山添と岡野陽一が来て、うんうん、勝手に家入ってきて、お年玉探すみたいな、そうそう、なんかプレゼントできる、そう、なるほど、でこっちがリアクションするみたいな、で、それドッキリなんですよ。で、俺んちやってすぐ分かったんですよ、うん、で、あれちょっと待てよってなって、え、バイクさん止まってるはずよなってなったんですよ、うんうん、でも、オンエアはバイクさん出てこなかったんですよ。で、あ、帰ったんかなと思ったんですよ、はいはい、俺は、バイクさん、うん、ほんだら家帰ったらバイクさんおったのよ、うん、で、山根さんに事情聞いたら、うん、スタッフが入った時にバイクさんは寝てたと、うん、ほんなら、うん、この状態でした、まず、これはどこでした。これはソファ、リビング、リビングのソファ。じゃあさ、ハプニングとしてさ、はいはい、まあ、うん、俺は家入られてるとはいえ、うん、絶対絶対映す方がいい、まあそうやね、まあ面白いで、司会者ないないさんもう分かりはるわ、分かるやん、関係値もあるやん、それを映さんかって言って、あ、おったのに、おったのに、え、そっとしてた、なんか、バイクさん、すいませんけどもベッドルームに隠れといてくださいって言われてて、いや、絶対おもろいや、そっちの方がな、絶対映した方がいいやん、でも、なんか、ベッドルームから出ないでくださいって言われて、ずっと中継来てる間、ベッドルームに息を潜めてたらしい。もったいな。彼女みたいな扱いしてる。うつしたらあかんねん、ちょっと話やな。それで出られへん BKB ってなんなん、なんなんや、それは。何、吉本の確認が。おそらくやけど、うん、その多分、スタッフが、うん、割と年配の人やったんでしょ。年配の方だね。で、BKB 知らんかったんちゃうかと。俺はもう山添と岡野が俺ん家におる時点で、あ、言ってもこのあと BKB 出てくる、あ、よかったな、バイクさん的には1日からめっちゃ美味しいなと思ったら出てこんと終わったから、何やってんやろな、そう、ほな帰ったらおるから、で、後でだから中継終わって山添と岡野も知ったんですよ、え、バイクさんおったんすかみたいになって、もったいないね、え、絶対出したらよかったっすやんみたいななってんけど、だからそのディレクターからしたら、うん、お前のその、そういう関係の男の人かなと思ったけどね、うん、バイクさん知らんかったから泊まってて家おったら、あ、これはもう出したあかんわ、まあまあそっちもあるけど、あるんや、あるんや、あ、あ、こんにちは、あ、来た、こんにちは、わざわざ、まあ、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます、戸越も来てって言われたから来たよ、わざわざ来てくれはったんじゃない、そうよ、多分連絡来てな、BKB、ほんで家帰ったら、うん、なんか腹痛いって言い出して、多分お前と一緒で、胃腸炎で、で、で、ずっと寝てて、帰れよ、ね、夜まで寝てたわ、昼から、あ、迷惑やな、で、屋敷来て、普通1月1日って、何、うん、3人でな、毎年、3人で花園神社初詣行くのに、それ結局、バイクさんのせいで行かれへんかって、ずっと家おった、ずっとこの状態なんだって。じゃあ屋敷くんとか何してたの？屋敷はずっと携帯いじってました。で、俺はずっとソファーで寝てました。いや、何しようがったよ。うまっ。うまいねー。うまっ、これ。で、夜、まあまあ、もうバイクさん帰らして、うん、スタッフさんが、あ、次の写真ね、じゃあ。ダイアンの津田さんと飯行くから、つって、うん、そっちついて行って、元日に津田さんと飯、え、その時バイクさんは家で寝てました。身を取られんやった。元日の夜に芸能人やりたいって叫んでたわ。言うてんの、聞
婚者だ。芸能人やりたいって叫んでた。で、2日はね、親と飯行って、俺ちゃんと撮るんすよ、これ裏さらばのために。ありがとうございます。はい、で、ここでラジオで言った、ラジオで言った親父に、9万円のライダースねだられるっていう。おい、お前給料増えたのライダースの革ジャン買ってくれって。ライダース一回試着してる写真があるんですけど。あ、見たい。俺まだ見てないですよ。またカジカジみたいやろ。カジカジだけ。カジカジの町の名やろこれ。カジカジの最高齢。最後の後ろの町の名や。急に、一昨日ぐらいか。また連絡来て。革ジャンやめるっつって。ゴルフクラブ買うて。さらに高いな。そう。で、見積もり書みたいな社名で送ってきて。22万。まあフルセットじゃん。え、お父さんゴルフしてたっけ。ゴルフやるよ、あれとね。なんでお前が知ってんの。なんでさ、森東の名前をつけに行くときに、もらいに行くとき打ちっぱなし行って。ああ、そうね。おっちゃんが打ちっぱなし行ったところに俺は行った。9万の革9万の革ジャンやめて22万のゴルフクラブセットにしてた。ね、今後仕送りちょっとは滞ってもええからって言ってた。せっかくねだるなら、そんなもん革ジャンよりもゴルフクラブやってなったんじゃない。親父なんかだって積み立てみたいな投資で損してたから。正月話聞いたら、積み立てみたいな投資で損するやつおんねや。あんなもん自然に増えてくださいな。銀行怒鳴り込みに行ったらしい。減るとかありえんのかって。皆さんね、あの蕎麦屋行ってあげてください。はい、本当に。これ何？白水魚。うまい。山内さん。結局のファイヤーサウンダーの藤田君はお前も渡した3枚で帰ってきました。これ何？辻。辻。これ絶対うまいで。おは。どっちが本店なんですか？うん、こっちでしょ。こっちはもう元々あった。どっちも美味しい。うまい。結局さ、どうやって帰った大阪まで。車で来るますよ。え、オレンジのやつ。まだそれが信じられんよ、なんで。いやいやいや、もう、まあ、新東名できて新名神できたからもう5時間で帰れんの。いや、5時間やで。そんなの品川行って。俺ら何2時間20分で帰れん。いやいやいや、品川行ってまで考えたら、家まで考えたら考えたら1人ですよ。なあっちゅうまいやん。え、ほんでゴルフしかしてないってこと。ゴルフしてない。暑い。でさ、5だけさ、働いてさ、6、7、8休みやったやん。それはゴルフ。すげえ。だから整体とゴルフ行ってん。あ、そうか。自分から全部ゴルフや。お前も自分から整体師の名前出すな。整体師としか言いようないや。一回ちょっともう企画で凸しようか、整体師に。正月で何回行ったのこれ。2、3、4、豪華撮影行ってますからね、YouTube。ああ。6、7、8だから8回よね。8日の休みで。うん。何でしたっけ。袋がテレ東のトラジカップっていう。ああ。ゴルフ。あ。チャリティー番組。まあそうだよ。そういうことや。代々あんねん、そういうところ。まあまあやっぱそう、社長さんがいろいろ多分お金出して成り立ってる、うん、すごいね。うちはそれ出さんでよかったっけ。あ、うまい。なあの零細企業大丈夫ですってみたいな。お前がいじるなよそれは。誰のせいで零細かは考えろよそれは。確かに、うん、確かにないですよ。誰のせいで零細になったら思ってんの。成長曲線がね、誰かこうしたの。結局鬼白岩さんには負けてたな。また負けた、うん、いつ勝つねお前。あの人もう芸人じゃないから。いやもう芸人じゃないから。え、そう、もう吉本芸人辞めたから。え、もうスポーツ部あの人。え、あんな格好してんのに。え、あれで芸人じゃないの。もうスポーツ部、名前も大西ライオンでやってはるけど、もうゴルフで芸人。ゴルファー。ゴルファーですね、あの人は。え、うん、
じゃあバラエティ出ないんですか、ね、いや出てますけど、もうだから担当はスポーツだからもうスポーツ選手として出たい。それそんなにみんな知らない話ですか。確かそれってどうなんですか、楽なんですか、ね、そっちの方がなんか制限ないんかな、文化人扱い、うん、そうですね。え、そのトラジカップは誰が優勝した内川。え、内川投手、あの元ソフトバンク。ああ、内川ね。何、中畑清さんの歌で、中畑清も歌ったし。え、おい、中畑清でリアクションしてもらおうと思って甘いな。いやいやいや、それはすごいやろ、お前。まあ、牧野選手もおったしな。遠藤やっともおったよ。ああ、知らんな。有名人でマウント取ろうとするのがもう見えたから、もう俺はやめ。出てたっていうのはそれ、喋るの、そのやっととかと。いやいや、まあ、牧野さんの挨拶ぐらい。あ、牧野さんなんで、牧野さんはなんかあんの。いや、向こう挨拶してくれはって、あって、まあ、ライオンさんと一緒におったからな。うん、あの日だから、え、カタールから帰ってきて、まあ、何日後か知らんけど、で、ゴルフして、その後夜、解説したから。ワールドカップ。ワールドカップ。いいね、芸能人まみれで。誰かと今度ゴルフ行きましょうみたいな約束してない。そこは、あのだから、友永さん、あの、一回単独来てたやん、夫妻で、バッテラーの人。ああ、あの、あれね、あの、カップルになったのに、別れて、違う人と結婚した人ね。あれはなんで単独来てあったの。だから知り合いなの。もう一回もあれじゃん。まあまあ、まあ、まあ、ここだけの話ね。ここだけの話。まあ俺が、はい、え、俺が何、はい、引っ付けたんだな。いや、親友やね。誰と。あの奥さんの方と。ややこしい声。奥さんの方と俺親友やねん。来年も呼んでもらえるんですか、それは。呼んでもらいたいけどな。まあだからその今回成績も良かったし、まあ、なんか喜んでくれてあったよ、その呼んでくれた方は。来年はじゃあ俺も行こうか、そこ。いや、友永さんの付き添いで。どういう関係やな。どういう関係やな。まあまあまあ、親友以上でも以下でもないからね。それが一番やばい。あ、これ食ってない。ブクロ嫌いや言うてんね。いつ覚えんねん。これが一番うまい。そう言われても、これが一番うまいわ。食おうとは思わないですよ。あれ、もう腹いっぱい。もう腹いっぱいになったな。え、うん、安くないな。結構食ったで、うん、結構頼んだもんな。で、鍋ちゃん全然食ってないな。ちょっと仕事しながら。いや、うまい、仕事。あれ、トイレやなんかもう。お前、いや、お前整体師に電話しに行くんじゃないのか。すいません、羊食べちゃったんですけど。頑張ってまのように。事後報告会。ねえ、売れっ子やな。あと5分で、僕出るんで。え、あ、もう今から5分で。食べてってよ。おい、大食いキャラなくなるぞ、早く食えよ。いや、私そんな大食いいらんねん。急に食べ始めるの怪しい。いや、残ってる、急に始めた、急に、あれ、お前、お前、フードファイターの一番悪いこと。お前、なお前、そこまでし、なんで食わない。フードファイターが一番やったらあかんことやってない。残ったあれが食うとるだけやん。あかんで、自分を苦しめるだけやから。やってええわ、お前。うまい、うまい。ちょっとトイレ。違法な、違法なやり方。いや、言ってるやん。最悪。いや、お前待て。お前便器行ってんやないか、お前。便器行かんとその洗面台前やってるやん。あ、後で掃除するから。いやいや、何やでしょ。掃除するからって。
めっちゃいけるやんけ。めっちゃいけるやんけ。食いもん屋で。誰もらんからええけど。負けてられへんからな、お前に。こっちはまだ履けんねんぞ。まだ半分しか履いてへんからな。落ちた、箸。箸とか落としてさ、下にこうグッといって、グッとする人もおるらしいから、見えへんとこで。あ、ファイターが。いやだから、こういうことでしょ。だから、は食います。で、箸落とします。で、色を振るって、こんな感じでしょ。すごい技やな。後で丸ばかりやもんな。すごい。いや、下に落とすんでしょ、うん、そういうことだね。とか、なんか、横でな、こうやってるふりして。何や、その。こっちにどんどん、どんどん落として。いろんな方向に人がおるやん。肩に乗るやんか。わざやらんのかな。おかわりおかわり入ってるやん、入ってるやん。あ、そうなん。それはあかんのか。一番うまい。ちょっと行きますわ。はい、よっしゃ。はい、じゃあこっちも終わり、終わりましょうか。はい、じゃあ行きます。皆さん、戸越銀座店もぜひ東海菜館ね、今日食ったやつも全部うまいんで。俺あの、やからな。まあまあ、見つかるのはそんな見つかるやろうけど、それ口の中に入れるの嫌やな。ちょっと今、急遽回しましたけど。今ね、今急に歩いて帰ってたら森田がな、はい、ああ言うて。道間違えたかな、思ったら。うん、マウスピース忘れてきた。あのおしぼりの袋に入れてたやつな。だから絶対捨てられてるわ。いや、捨てられてるでしょ。いや高いでしょ。だってあれあいつの専用やろ。なんかちょっと嬉しそう。いやもうちょっと遅かったらあれな。次の日ぐらいに来るから、ね。次の日は家とか。でも帰っといてって言われましたね。帰っといて。どうするじゃない。こんなところ。